思ってる。ディーモンに渡そっと。あそこは汚れてるから他の場所に移さなきゃ。届かない。本当にこれでいいの？ディーモ、手伝って。ねえねえ、ディーモ。私は前からこのお人形さんを知ってたのかな。ここにはまだたくさんの秘密が潜んでる気がする。どうして分厚い本がこんなにたくさんあるの？
さんってば、また勝手に動き回って。何これ。ふう、ちょっとだけもう一回試してみよう。もうすぐで全部引き抜ける。何か聞こえた。これならちょうど入りそう。何かが開いた音がした。バレリーナのオルゴール、私も一個持ってた気がする。こんなところに仕掛けが。中に。
しかして、ここにか。不思議な記号が浮かび上がった。何を意味してるんだろう。この仮面怖い。どうしてこんなところに置いておくの？
壁の変な落書きは何の意味があるのかな。外はすごく寒そう。その目は何？窓の外は。私がきれいにするね。避けていて、
しばらくディーモにピアノを弾いてもらってない気がする。続けて落ち葉をキャッチすると幸せになれるんだって。千葉と一緒に何か落ちてきた。手伝って。